皆さんこんにちは。楽天競馬ポイントもらっちゃう娘ポームスの森永真彩です。今回は第63回100万石賞の予想をお送りしてまいります。もう100万石賞の季節なんですね。いやー、なんだか早いなというふうに感じてしまいます。昨年はですね、100万石賞の予想していたんですけれども、対抗がティモシーブルー、黒三角ナガラオリオン、白三角ミスアナだったので、対抗黒白の順で決まったんですよ。いやー、予想良かったなって思ったんですけれども、そう、本命馬がいない。本命馬がマイネルリボーンだったので、残念ながら馬券は外れてしまいました。今年こそは絶対当てたいなと思っております。そんな私の予想はこちらです。じゃだん、はい、こんな感じです。本命が東証デュエル、対抗がティモシーブルー、黒三角がサノサマー、白三角サウスアメリカン、そしてサノラブとなっております。はい、そうなんですよ、東証デュエルなんですけれども、今年から新設されたトライアル都市芸杯がありましたよね。その時の3着馬なんですけれども、仕掛けてからの反応が本当に素晴らしくて、実際3着に負けてしまったんですが、今回位置取りも踏まえてちょっと逆転もありえるんじゃないかなというふうに思っております。道中の位置取りどこら辺で運ぶのかというのが鍵になってくるかと思いますが、私はとても期待しております。続いて対抗は昨年の覇者ティモシーブルーです。基本的には100万石賞ってリピーターの多いレースなんですよね、過去のレースを見てみても。ただ昨年はそれが当てはまらなかったんですけれども、今年は昨年の覇者ティモシーブルーがまた馬券に絡んでくる可能性は高いなと見ております。黒三角はサノサマーですね、前哨戦トライアルを勝ってここに挑む勢いのあるサノサマー、白三角はサウスアメリカンとサノラブを押しております。そして馬券はこんな感じです。ダダン、三連単二軸マルチ、はい、東証デュエルとティモシーブルーからの二軸からの2番5番9番サノサンマーサウスアメリカンサノラブに行きたいと思います。今年こそは当てたいなと思っております。一緒に楽しみましょう。ありがとうございました。森永真彩でした。